はい、皆さんこんにちは、ガジロウです。今回はこちらになりますね。 JBL の USB スピーカーペブルスをご紹介したいと思います。こうした動画の編集はこれまで有線のイヤホンを使って動画編集をしてきたんですけども、ここ最近ですね、ずっとやっぱりイヤホンつけてると耳が非常に疲れるわけですね。まあ、これはねまずいということで、こういったね外部スピーカーをパソコンにつけて動画編集していこうということになりまして、たくさんこういった外部スピーカーありますけども、どれがいいのかちょっと迷ったんですが、定評が非常に良かったのでね、そしてデザイン性もね、このように非常にいいなと、コンパクトで優れているなっていうのがありましたので、 Amazon ブラックフライデーセールで安くなっていったということもありましたので購入してみました。購入してから2週間ほど使ってきた中で良かったこと、そして気になることも含めましてね、レビューの方していきたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。というわけで、すでに開封してしまいましたけども、元箱の方ちょっと一回お見せしたいと思います。はい、こういったサイズになっていますので、ちょっと入りきれないのもありましてね、箱から開封している状態で最初ねスタートさせていただきました。そしてね、 JBL ってハーマンインターナショナルが販売しているものだったわけですね。実はですね、ハーマンインターナショナルもさらに親会社っていうのを調べるとありまして、それ実はそれ韓国のサムスン電子だったわけですね。そのあたりのいきさつに関しましてはね、割愛させていただきます。そして先ほどの箱から中身を取り出してみましたけども、先ほどのスピーカー2つ、そしてこの3.5mm のケーブルが入ってきました。そしてセーフティーシートって書いてありますけど、保証関連でしょうか。そしてクイックスタートガイドとありますけど、取り付け方法になります。まずね、一番上から5番目というふうに、いろんなスタイルでスピーカーを活用することができるということです。この2週間の間にやっているスタイルとしては、このパソコンにつないで外部スピーカーとして使ってるっていうスタイルになりますけども、その他にもこういったスマートフォンと 3.5mm のこういったステレオケーブルを使うことによって音楽をね聞くことも可能になっています。また縦にこういった感じで使うだけでなく、寝かして使うってことも可能のようですね。ちょうどこの本体のこのレンジの部分がゴムになっているんですよね。結構滑り止めが効いてるんですけども、これをこうして寝かして使うことによって、上の部分のこのネットから音をね鳴らすってこともできるようです。こんな感じで左右ねスピーカー置いて音を聞くことも可能になっています。ではこのままボディの外観の方を見ていきたいと思います。ではね、こちらの右側のスピーカーから見ていきたいと思います。まずこの目につくところになりますけども、ここの部分になりますが、このように回ります。プラス方向ですので、ボリュームの上げ、そしてマイナス方向で下げという風になりますし、そして真ん中押しますとね、電源のオンオフになりますね。そしてここにオックスインと書いてありますけども、こちらがスマートフォン等ですね、外部の音源から音を入れるということになりますが、先ほどのこの付属のケーブルですね、もしスマホとこれをつなぐことができればね、こちらの方に直接音を入れることが可能になっています。ただ説明書を見る限りなんですが、こちらね USB-A の端子がありますけども、電源供給を USB からしないと音が出ないということになっていますので、そのあたりはご注意ください。そしてこのケーブルになりますが、ほどいていきますと、このようなな感じの長さになっています。ちょっとね測ってみたいと思います。今ですね、ここの根元から USB のここの部分までちょっと測ってみましたけども、だいたい80センチでした。ですのでそんな長いっていうわけではありませんのでね、 USB の電源端子からねあんまり離れてると電源供給でめんどくさいことがあるかもしれません。そして続けて後ろの部分を見てみますと、こちらがですね L のスピーカーの方からスピーカーをつなぐための 3.5mm のジャックになっています。また後ろのところにね、このように穴が開いていまして、低音をね出すところの穴だと思います。そして反対側はねオレンジのアクセントがついたデザインになっていますので、非常にねこうまとまったこうエスカルゴっていうような感じでしょうかね。 JBL として非常にデザインが凝ってるなと思います。そして反対側の左 L の方になりますね。外観に関しましてはほぼ同等になっています。こちらに関してはね、ただボリューム調整のものはありません。そして背面になりますと 3.5mm のジャックがついていて、先ほどのこの右側の後ろのところですね、こちらの方につないで、これでね両方 L と R っていう形になります。先ほどと同じように長さの方を測ってみたいと思います。だいたいやっぱり80センチぐらいの長さになっていましたので、両方ともケーブルの長さは80センチほどになります。そう考えると Amazon のレビューにも書いてあったんですけど、結構短いっていう風にねありましたので、取り回しに関しましてはちょっと難しいかなという気はしますので、あまりね右と左を離して使うことはできないっていうことになります。ではね、パソコンの方につないでパソコンの音源の方を出してみたいと思います。
今パソコンにつなぎましたので音の方を出してみたいと思います。ちなみに音源に関しましては著作権フリーの音源になりますので、そのあたりはねご了承ください。ではね、再生の方を始めてみたいと思います。という感じになりますけども、いかがでしょうかね。動画越しですとね、なかなか伝わりにくい部分ありますけど、私の耳には非常にね、そこそこの低音を含めまして、すごいクリアに聞こえました。このサイズにして、予想よりも本当にいい音を奏でてくれるなというのを本当に思いました。ですので、パソコンにつないだ音源に関しましては、もちろん音質っていうのもありますけど、十分ね、クリアに聞くことができるんじゃないかなと思います。今までパソコンに内蔵されていたスピーカーで聞いていたとは、もう全く雲泥の差でした。では今度はスマートフォンを音源としてこのように繋いでみました。USB-C のポートから 3.5mm のステレオケーブルを通じて JBL Pebble の方に音源を送っています。では再生の方してみたいと思います。こちらね、先ほどと同じ音源になっています。ボリューム調整に関しましては、このように変えることができます。止めたい場合は、これで停止することができます。もう一度再生する場合は電源を入れてこのようにね再開することもできます。という感じでね、再生の方してみましたけど、いかがだったでしょうか。パソコンから繋いだ場合と、こうしてスマートフォンの 3.5mm からね、繋いだ場合でも、音質に関しましては、私の耳でもしっかり先ほどと同じような音質で聞くことができましたので、違いに関しましてはね、わかりませんでした。はい、というわけで今回 JBL のペブルをご紹介しましたけども、外部スピーカーとして考えた場合ですね、まずデザイン性、そして音質に関しましては本当に申し分ないなと思いました。普段のお値段的にはですね、 Amazon で購入したんですけど、高い時にはね8000円ぐらいだったんですが、 Amazon のブラックフライデーセールで購入した時には6000円弱で購入することができましたので、この値段でこの音質ならば非常に満足できるじゃないかなと思います。ただね、使っていく中で注意点もありまして、このボディが金属の金網になっているってこともありますので、ちょっとしたねこういったもので当ててしまうとへこんでしまうっていう恐れがあるなと思いましたので、ちょっとねガツガツ当ててしまうことにはちょっと注意が必要じゃないかなと思います。あと置き場所に関しましてはね、このように縦型に置くこともできるし、そしてこのように寝かしてね置くこともできますので、場所に応じて使い分けができるのもいいなと思いました。そしてね、電源が入っている時にはこちらの青いランプが点灯していますので、これもね電源入っているよっていうのが分かるのがいいなと思います。こちらのボタンをこのように押しますと電源がオフになりますので、必要ない時にはねここで電源切っておくこともできますし、私の場合はもう常に USB でパソコンつないでいるので、パソコンの電源を切るとね自動的に落ちるので、まあ、そのように連動させて使っています。このあたりはね使用環境によるのかなと思います。ちょっと言うの忘れていたので注意点になりますが、これは Bluetooth スピーカーではありませんので、スマートフォンの Bluetooth と接続して音楽を聞くことはできませんので、そこはねちょっとご注意ください。あくまでも有線でつないで音を奏でるということになります。というわけで今回 JBL のペブル、ね、外部スピーカーをご紹介しました。なかなか音質に関しましてはね非常に満足の高いものになりました。では本日は以上となります。この動画が良かったよということは高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。